皆さんこんにちは、さいたま市長の清水隼人です。令和7年大宮盆栽村は開村100周年を迎えます。大宮盆栽村は関東大震災で被災した東京の盆栽業者が大宮に移住したことで生まれ、最盛期には30を超える盆栽園がありました。その後戦争の影響等により盆栽園は減少しましたが、大宮盆栽村では現在も盆栽の伝統を守り続けています。盆栽文化はさいたま市にとってまさに宝であります。この盆栽文化を世界に発信するため、平成22年に大宮盆栽美術館を開館し、平成29年には第8回世界盆栽大会 in 埼玉を開催しました。そして今日、盆栽は世界の人々に愛され、外国人観光客をはじめ多くの方々が大宮盆栽村を訪れるようになりました。100周年を迎える大宮盆栽村ですが、今後さまざまなイベントを展開してまいります。ぜひ皆さんもこの機会に大宮盆栽村へ足を運んでいただき、盆栽に触れてみてください。